はい、どうも皆様いらんからくて、実は白い靴結構好きです。 ダダラダラプレイヤーのゆきょうさんですよろしくお願いしまーす。あの白い靴って結構好きなんですけどやっぱり汚れ目立つじゃないですか。でも汚れが目立つだけであって黒かろうが青かろうが灰色だろうが何色だろうが汚れるのは汚れるわけですよ。でもその点逆に白い靴っていうのは汚れが目立ってくれるんでまあ汚れたって分かりやすいからすぐ拭けるとか洗えるとかまあそういう利点もあるんだけどやっぱり汚れが目立つっていうことはねそのズろズろズ拭いたりなんだりするのがめんどくさくて白い靴をあまり履かないっていう何でもないです。 はい、あの今日なんですけど、ちょっとスクリーンショットの素材が1枚欲しくて、あのスクショを取りに来ただけなんで、でもせっかくログインしたしっていうことで、あのー、意外と知ってる人も多いんだと思うんですけど、意外と知らない人も多いんじゃないかなっていうネタを1個だけ、もうパッとやってパッと終わります。もう5分で終わります。はい、珍しく5分で終わります。あの、フレンドリストってあるじゃないですか、ちょっとモザイクだと思いますけど、はい。 あのキーボードのショートカットキーで O。あ、俺変えてたっけな設定。多分キーボードの O を押したらこうやってあの出てくると思うんですけど。あちなみにダイレクトチャットモードだからダイレクト取ったらこったらモードっていうのをオフにしてないと出ないんですけど。あ、ついでに言っとこうか。えー、っと、システムコンフィグの、あれシステムコンフィグだっけグラフィック、違うな。あれあ、わかった。キャラクターコンフィグの操作設定のこれ。 ダイレクトチャットモードを有効ってやってるとダメなんですけど、これあのチェック外しとくと、あのいろいろショートカットを使えます。あの J って押したらジャーナル出たりとか、あの M って押したらマップ開いたりとか、N って押したら、えっと、なんか作るやつ出てきたりとか、B だったらアイテムリスト、バックね。で、V だったら、後ろ、後ろ向くのか。で、WASD でこれ動くんだよね、これね。うん、そう、そうよね。 あと何だっけま、いろいろあるんですけど、ま、王って押したらこうフレンドリストとか、まあ、パーティーメンバーとかが出たりするんですよ。これね。この、この画面が出るんですよ。まあ、モザイクだと思いますけど。ほんでね、あのー、まあ、今日ちょっとその話なんですけど、フレンドリストってこうあるじゃないですか。ずらーっとこうね、フレンドリストね。で、フレンドさんって、まあ、皆さん何人かいると思うんですけど、そのフレンドさんと一体いつになったのか覚えておられますでしょうかっていう、 ああのまあ、それだけの話なんですけど、そう、これね、実はね、フレンド歴っていうのが見れるんですよ。このフレンド歴見れるんです。で例えば、今、まあここちょっと全部モザイクだと思いますけど、あの今これオフラインになってるこ、このここに、あのうちの嫁さんなんですけど、すいません、モザイクだと思いますけど、あのこの状態で、サブメニューを開きます。えっ、ー、と、プレステだとこれ四角なんのかな僕ちょっとすいません、XBOX のコントローラーなんで、X ボタンなんですけど、あの、多分四角だよね。プレステ。 うん、四角四角四角ピット押すとあのー、ちょっとまあスクショーかなんかねペタって貼っときますけどあのサーチ情報を見るカンパニープロフィール見るハウステルポフレンドキャをするグループ設定っていうのがまあ出てくるんですよこの5つがね出てくるんですけどグループ設定っていうのを選びますそうするとえっ、ー、とフレンドネーム誰々っていうのが出てきてその下にフレンド歴あのこれ僕だったら2246日っていうフレンド歴が出てるんですけどあのこれがそのフレンドさんとフレンド登録をした えー、歴史なんて言うのあの、そう、ここでフレンド歴見れるんですよ。なんで僕の最長長いフレンドさんっていうのは2246日です。ただ、えー、っとね、これね、あのー、僕サーバー移動一回してるんですよ。一回とか正確に言うと2回してるんですけど、あのー、今ってほら、データセンター、同じデータセンター同士だったらね、行き来できるじゃないですか。で昔そんなもんなかったんで。 あの一僕はラムサーバーっていうところでやってるんですけどあのデータセンターでいうとエレメンタルデータセンターっていうところになるんですけどあの同じエレメンタルデータセンターにぐんぐにいるっていうサーバーがあるんですよちょっと一時期僕そのぐんぐにいるっていうところに行っててで、まあ、すぐ帰ってきたんですけど、はいまあ、そういう経緯があってその時に今どうなのか分かんないんだけど当時ってサーバー移動しちゃうとフレンドリスト全部消えるんですよ全部消えるの。 あのでさっきね画面、まあ、モザイクかかってたと思いますけどうちの嫁さんの、まあ、フレンド歴っていうのが2270日って出てたんですけど嫁さんの方には嫁さんのフレンドリストには僕の名前は残ったままなんですよ僕の名前は残ったままなんでって言ったら僕がサーバイド勝手にしただけだから。 で、当時確かね、デリートってなるのか、アンノウンにってなるのか忘れましたけどた、確かデリートになるんじゃなかったかな、フレンドリストの名前が。で、それ、そのまんま残しておいてもらえると、あの、サーバーに帰ってきた時に、そのデリートだった文字があの復活するっていう、僕の名前になるっていうね。あの、まあ、予言の話してるんでね、ちょっと分かりづらいと思いますけど、はい。あの、サーバー移動された方っていうのは、今、今はね、今はどうか分かんないですけど、当時はフレンドリストが全部消えてたんで、そう。だ戻ってきてからの、 あの、フレンド歴になってます、僕です。だから一番、一番だから長い人で、さっきの嫁さんがそうだから、そうだよね。あ、間違った。えー、っと、うん、一番長い人で、2246日です。そう、これね、結構ね、 あの僕らスカイプしてなんだかんだこうフレンドさんと遊んだりするんですけどあのやることない時あるじゃないですかあのコンテンツもなんか「いやールーレットも行ったしなー」で地図も今日は行ったしなーみたいな「あのあれも行ったなこれも行ったな」いやなんか暇だねーみたいなねまあまあ暇じゃない時もあるんですけど、まあ、デイリーやりながらとかまあああだこうだ喋ってることがあるんですけど、まあ、そんな時に「あところでフレンド歴何日ぐらいでしたっけ?」みたいな。 なんかね、そういうのをこうみんなで見ていくとちょっと面白いなっていう。え、もう2000日超えてるとか。で、365を超えてればもう1年過ぎてるってことじゃないですか。だからそういうのをね、いろいろこう見ていくと面白いなっていう。いや、わかんない。面白いのは俺だけか,かもしれないけど。なんかね、こう、ちょ,ちょっといいじゃないあ、知り合ってからもうこんなに経つんですなーみたいなさ。なんかそんな会話があったりとか。ねまあいいかどうかはわかんないですけどね。いや、僕は、僕はなんかそういうの好きなんですよ。結構。なんか僕、すぐもうどうでもいい話をいっぱいするのが好きなんで。も、は、う、いまあ、そのために14やってるみたいなとこあるんでね。 はい。まあ、そんな感じでございました。フレンド歴がこうやって見れますよっていう。あの、グループ設定ね。フレンドリストからグル,ープグループ設定っていうのをポンってやると、あの、フレンド歴っていうのが表示されますと。はい。それだけの話でございました。はい。はい。あの、それだけです、本当に。はい。それでは、設けぴょん。